取りにはまだ時間がかかります。むちゃくちゃだよ、おい工事してるって。かなりダメージが。ハトフューリー一瞬前、山地もやりたい放題チャンネルかと思った今。あ、寝るコマンド、あえて中華ゼロ、タイミング、これにはたまらず。カスト92ってやばいな、アシストの鬼ってことですよ。全然強い、ブラボー。何起きた今、右向いて左向いたらもう3球取ったって、どういうこと今の。ライトラゴンにて綺麗でした。ここからめちゃくちゃや。よかったマジで、ここが家で居酒屋やったビル頼んでる。危なっ。さあ向かって右側がゼータディビジョン、向かって左側がグローバル e スポーツです。ゼータのこのセットアップかっこいいよな。ごめんなさい、ちょっと、はい、一瞬赤順変わったのかなと思ったんですけど、人数多いな、左右の差でしたね。え、なんでこんな人おるん。そうですね、はい、出てくるんじゃないかという強豪豪並みにおるのもありました。機械含めて10人マジ、まあ、一瞬エンジンが噛み合わなかったです、ね、練習できる、うん、シュガーゼロ選手なんとか戦って全員集めてるんかな、ね、ジェット戦、レイズ戦、ネオン戦、ブリム戦、オーメン戦みたいな。いや、ありえと思うけどな、全員が初めて OTP 集団、なんかそんなチームあってもよくない、はい、OTP 集団みたいな。まずはパール、グローバルスポーツも一度このパシフィックの中ではパールを見せています。 T1 になるんですけれども、頑張れ。相手のサイトは取れるんですけども、相手にグローバルスポーツの構成おもろいよな。お互いにとって課題になっているのはフェイド KO やもんな、まあ、グローバルスポーツにとっては。ゼータは今言われてるメタ構成、ゼータディビジョンにとっては、まあ、こう球体になりますから。そうですね、下側が映ってなかった説ありますね。いいね、ハイタイドでキリハーバーとトレイルブレイザーで索敵、最高にプリンクイン、ね、さあホールを確保したいですが、ここはナノサムの返しが入りました。ホールではファーストブラッド、ロンスキー、ロンスキーデップが落ちました。さあフェイクをかけてコーブを壊されます。テクスチャーも入ってくる。さあホールに抑えきっているグローバルスポーツ、ダブルキル。しかしテクスチャーもうホールを抑えています。広げましたね、射線を。2方向で3人が抑えているグローバルスポーツ、ファーストラウンド。さあ問題はここからです。でもこれロックダウンあるよな。てかバックサイド取りたいね。それでもテクスチャーはこの位置を取ります。お、デップいいですね。足元が見えた。それでもテクスチャー返っていく。割った、なんとか設置ができた。ここは取れるやろ。あーでもこれコズミックディバイドある。ロックダウンに対してはどうリアクションするかです。これね、コズミックディバイドとねウルトで、あ、そうやな、2つは残っています。引くしかないですけど、ポイズンクラウドも、設置の場所に仕掛けられてはいますので、時間は稼ぐことはできます。ここがラズが一つこう受け皿にはなりました。上見ている。いや、アップトラットのと聞かれてましたね。でも遅延できてるぞ、シュガさんが。ポイズンクラウドでなんとか時間は稼ぎました。さあカーテン間もなくオープン。これね、このタイミング打ち合いが始まって、ナイスすぎる。これシュガさんがナイスすぎる。パッチまでいった。パッチ中に入ってきて、いいですね、なんとか止めていきました。8対3、キルジョイのコズミックデバイドロックダウンを使わロックダウン使わせた時にラズさんが一人粘って殺して、そこからシュガさんがコズミックデバイド晴れるまでスネークバイトで時間稼いでた。今なんか何やこれ、資料すごいぞ。グローバルスポーツのコーチが持ってる資料何やこれ、画像めっちゃ持ってるぞ。案外アナログ早いねん。あーな、そもそも紙媒体しか持ち込む、それあるかもな。それこそもシークレットまで取りに行きたい。基本的にはこの3人で行動するようです。クロー、ラズ、そしてデップ。アビリティをふんだんに使って、ナイス強気。あー、クロさんナイス、ダブルキル。22トレード、デップは変えることに成功です。しかもドライ、いいよデップ、いいよシュガーゼロ、いい射線が組めている。いいよ、だ時間あるからゆっくりね。ただ残されたのはエイリン、ワンオンツーです。 1V1 同士の戦い気をつけたいですね。はい、回収。うわ、いいジャンピ、それいい情報取りですね。上からまずい。わわ、ナイスナイスナイス、持ってきました。9対6、これサード取るの熱い。これイルブレイザー手前見えました。デップ前に出る。しかしこれは人数で追い上がっている。強気、そしてダブルキル、合計3人目を取りました。デップブリックフェイク、強い、エース。あー、最後のカバーラブ、見事この3人での動きが機能しました。これにはたまらずグローバリースポーツもテイムアウト、後取りの方をラウドのような形。これはもうデップに結構かかってますね。そうですね、デップにかかっている、見えた。ただもう一回仕掛ける必要があるから、体力35変えることはできない。1人持ってった、まあまあ十分。フェイド倒したのは大きいでしょう。ただこれで B ロングのエリアを失ってしまうと B2 の配置、
え、シュガさんウルトなくしてね、これ。あ、 A のバイパスピットは点3がナイス詰めすぎる。すごい点。ただ A リング入ってる。おー、シュガさんがナイスカバーすぎる。問題はこういった高い位置を取っているエリアが狭すぎる。でもね、反応ができるかです。アートがワン、これ設置位置はかなり強気な位置ですね。さすがに大丈夫いないかの索敵フラッシュ。その音を聞いてテクスチャーはオフアングルを取ります。一人取った。もう一人見えましたね。2対3。さあ今度はリンクにロスキーカバーに入れないか。わあ、シュガさんが救った。ダブルキル取りました。危ねえ。キル目スモークテイク用に壁は取ってきますか。クラッシュもらった。すれ違ったすれ違った。おー、クレーリングミス。熱いファーストブラッター10。てか、なんだそのフラッシュ。ロックダウンがあります。ただ5対3という人数状況を考えれば次のラウンドに持ち越すという判断もありますが、これスポンドリ警戒ですね。いやー、ここはバッチダブルキルで3対3。テンさんウルトあったのに。グローバル e スポーツもディフェンダーサイド抜けはできません。クロス頑張れ。クローラズ残った。その間にバッチが設置中。いや、クローとしてはラズの到着待ちたいですね。クローは耐える。エイリン、あー、バッチとエイリンで塞ぎ切りました。グローバル e スポーツ。いやー、追い上げてたんだけどな、惜しい。ボト打ち確かダソクさんすごかったよな。ダスクはシェリフで25。プロなレンジだ、ダスクさん。いいね、これ、なんか合間にこうやって見せてくれるの。だから今、競馬の動画見れるって言ってんの、オチパやってんの、オチパ。まあ、バロ以外の話をするな。まあ、セントはな、はい、定番な構成になるだろうな。ジョイのウルトがナーフされたら、ワンチャンソバが他のキャラに入れ替わるっていう可能性はなかったのね。構成完成しすぎたら、どこで勝負するの配置、作戦の数じゃないか。セット配置、マーケットに対してハードアクション、リテイク配置、まあ、でも配置も配置になってくる。2マップ。うん。15見えた。ヌルコマンドからのスタート。まあ、KO か行くやな。殺し行け、殺し行け。カバーが取れるか。強気で抑えにかかったか。ここはデップのカバーが入ります。パラノイアでも引かないオペレーター。まだテクスチャーの位置は確定している。見えている。起こせない。引かない。あー、死んじゃった。デップとの一騎打ち。いいぞ、強い。ここはハンターズフューリーでプレッシャーをかけながらデップ。ワンピック取れました。3対3。あー、よしよし。しかもよ、うちを。シュガーゼロ中で耐えた。ただシュガーさんない、みんなヘルスない。あー、うえー、強っ。3人目設置、フェイク。あー、2人目出てきました。取っちゃった。その動きが本来このシュガーさん強すぎだろ。落ちる未来もあった。これ強すぎ。作った。これは攻めアップ、守りアップ。俺はオペ出したら守りだと思ってる。オペ出さなかったら攻め。このテクスチャーのオペレーターは個人的に、個人的にだよ。パーグローバル e スポーツはセンターを警戒しなければいけません。しかも B メインもタレットはないですので、ゼロポイント。ジェット KO 反応あり。ただまだセンター展開の可能性を考慮すると、まあキャットもセンターも警戒しなければいけないグローバル e スポーツの考え。このフラッシュ覚えたいな俺。エントリーが始まった。中でリコンボルトが刺さっているが、手前のこのスイッチ、さすがにそのリコンが映るの警戒できません。ああ、いや、ロンスキー3人。ロンスキー強すぎだろ。1個クリアリングミスっただけでああいう事故起きるって考えたら、マジでクリアリングって大事だな。カードを見なかっただけで3人落ちる。交通安全にも使える問題だ。どの視点から見てんねん、バロン。やべえ、山崎春のハーフアーマー祭りだ、これ。もうこの、これ定番だよな。ミッドの穴場壊してから A ショート早く流れるって定番だよ。パラノイアの開始はキャットです。いいプランの開始ですね。ヘブン下に、ヘブンから2人のビーフだ。クロー、そしてカバーに入ったシュガーゼロ、ヘブン下です。今度はヘブンからのカバーはデップだ。いい粘り。上限2段、上限2段。なんとかクロコンまで抑え切りました。相手の取ってるエリアをとことん狭くしますよ。これエリアギュウギュウです。キャットからもプレッシャー、ヘブンからデップの射線。見事なリテイクです。しかもこれ相手ハーフアーマーだから金ねえ。今のシュガーゼロの対応みたいな。しかも壁抜きばっかりじゃん。ウェーメンドリーすごい位置取った。前取った。うまいそれ。わー。デップ、いや、あえて帰らない。何それ。ゼータの普通の人だったら1個手前だけど、デップさんだと1個奥行っちゃうんだよ、やっぱ。うん、常識に取られてないんだよ。かかった点。センターを警戒しなければいけない。苦しいのは天のポジションです。
ああこれ情報取れてない上に人数振りはグローバルスポーツですからね。早めのパラノイア、早めのリテイク、でも合わせていきますが、ここはバッチのオーディンです。またオーディン、オーディン、いやー、おい、オーディンインチキだろ。ワンオンツー、ただモネットがかなり深くいます。見えた、今勝負するしかないか。デップ裏にいるの分かっている。パラノイア、素晴らしいオーディン、抜き勝負。オーディン強すぎだろ。人数状況有利はグローバル e スポーツ。さあデップ、ブレードストームで攻略できるか。ジャッジはね、あの誰も使わない。鍵となるドローンからのスタート。俺が使うジャッジ上。デップのエントリーにはまだ時間がかかります。むちゃくちゃだよ。おい、工事してるって。かなりダメージが。ハンターのフューリー、1人持っていった、2人映っている、映っている。黒フラグメントでバッチを落とす。もうこれやりたい。ああなんだ、でもなんだ、スノーツあるぞ、あるぞ。黒3人目、ラズクロ、クラッチキング、2人が残った。わあ、黒うまく取り切りました。4人目、一瞬前、マジもうやりたい放題チャンネルかと思った。今ネルコマンド使ったのよ。ワンアクション、リコンボルト、ダブルキル、3人目抜いちゃうんだよね。前に出る、前に出る。ハンターフューリーを超えた。デップさん目関係ないんだから、見えてんだから、透けて神なんだから。キャットから2人、黒ダブルキル、うん、最高ですね。さあこれでヌルコマンドまであと1つ。ナイスカバー、オーバータイムか。いや、打ち合い強いな、マジで。動きは噛み合ってますよ。入るなら今しかありません。これ以上時間をかけると苦しくなっていく。さあ B メインの進行が始まった。やちまいちまい、バッチに気をつけたい。中にはいて前出せん、これいて前出せん。これ入っている。問題は中のオーディンです。ナイス、出す、エリを倒す。オーディンゲップさん強すぎる。開始のパラノイアが入ってくるが、その早めのリテイクには対処できるか。手前フラグメント超えてくる。クローなんよ。高めの位置、ここにはテクスチャー。あれ、スーツまずい。中に滞在するシュガーゼロデップ、あえてシュガーゼロ前タイミング、素晴らしい。これにはたまらず。マッチポイントはゼータ。俺フェイク A やん、フェイク A だ俺。ああ、うますぎそれ。センターの情報が取れました。これモルタです。押さえた、あとはメインだけだ。うん、つも、これはモルタ。高い位置を取っています。フラグメントで足止め。いや、天さんいいタイミングで出たね今。ステップ避けられないが、いる位置バレた。いや大丈夫、モネットとシュガーさんがいる。時間ね、中ではシュガーゼロがいる。はい、シュガーゼロ相手、時間ないですよ。こもろだ、もろだ。返したモネット、残り10秒。サイトの中入るだけです。リコンボルト、横から点が入ってくるか。モネット、もう時間ありません。勝ちです。間に合わない、勝ち勝ち、ガタガタ。あとは1人ずつ入るだけ。ガタガタ、ナイスです。見事な勝利です。14対12、ブラボー。ゼータ残り4秒で1人突っ込んだ時点で勝ちだから、設置オは死ぬだから。つなぎました。守りになってからのクロウさんがイケイケありますからね。ご覧のようなスタッフ、クローできました、ね、カスト 92%、 カスト92ってやばいな。ラウンド差がバケモエ。この数値で92ってだってもう味方がキルし起こしたキルのほぼ全てにクローさん絡んでるってことだからね。アシストの鬼ってことですよ。92って見たことないからあんまり。いつもこの大会見てると 350Hz のモニター宣伝してるからちょっと気になるな。でも高いんだよな。競馬で帯取ったら買おう。さっきさ、その日本のパブリック会場みたいなのパッて映ってたけどさ、やっぱ男女の比率すげえやん。昔イニシエの FPS とかよくあったけどさ、なホニャララコンとかそのゲームのアバとかもめっちゃあったんよ。アバで結婚してる人なんて俺の知ってる限りでもめちゃめちゃいるし、あと数年したらバロも出てくるんじゃない。モンキーも合コン会場行かないか。趣味相撲観戦、競馬、筋トレ終わってるよ。夜は得意ですよ。うめえ、お前うまいな、整いましたつって。ホームプラント、さあディフェンダーサイドにはアラームボットが仕掛けられています。チケット昼寝したら売り切れです。この対応には黒です。チケット少し位置を下げます。めっちゃ詰めるやん。ドローン、エイリン前に出る。たまらないぞ、いけいけ。リロードのタイミング、ナイス。シュガーセラとしてもパラノイア構えてました。ナイス、ジャンプ打ち、いいぞ。3対3。そしてディフェンダーサイドに回っている1人も落としていますが、ロンスキーの場所までは分かっていないでしょう。パラノイア避けていく。モネット手前での勝負、おいおいおい、右クリックに発。
そしてロングスリー、俺が知ってるクラシックちゃうってね、それ。ちなみに皆さんご覧ください、全部右クリヒットです。正面に銀行の際にこの B 側の寄り狩り対応しますからね。なるほどフラッシュ。パラノイアを基軸にエントリーが入りました。フォールトラインの開始が入ります。中に入っているラズデップ、熱い、これ早いですよ。そこに加わってきた点ワンワン、エリの位置、足音聞こえた、あとまずだ、削った、残り10秒、10秒、あー取り切った、スリフティー、なしすぎ、熱すぎだろ、デップさん強っ、前に出る、いい詰め、ホールトラインと合わせてデップ前に出た、ハンタビーリーコンだ、それをリコンボルト、うますぎる、うまい、うますぎる、戦術デップのような形で黒も加わってきた。もう気づいたら黒さんいるから、もう黒さんが打ち合いするってことはもうチームにとって重要な局面中の話よ。スポーンの爪だけ警戒したいですね。見えましたね。さあ0ポイントスモーク、これで A2 確定です。このモネットの立ち位置のみがかなり厳しい。ドローンちゃんと見ます、しっかり見ています。シュラードステップ、パラノイア返し、ホールトライン、ロンスキーを受けています。また立ち位置を手前に、いいね、足抜き、さすがにね、4人で構えてきました。よかったマジで、ここが家で居酒屋やったらビルダンベル、危なっ、めっちゃイケイケや、レップさんがネット側も見えてるはずですね。うますぎる、これはパラノイアも入っている。どんだけエースターン打つん、カスト92の男や、これが放てません。もう気づいたらスター入ってんだから。さあ体で勝負するしかありません。これどういう入りでいくや、ネルコマンド終わるまで待ちたいですけど。そしてシーカーを飛ばしていったバッジ、ドライで入っていく、デップブレードソーブ、カバーに入ったかい、そしてバッチエリン並んでボタン、非常に熱いパレット、強い、ロンスキーも強い、取ってるが3人目、おっと強い、 SSSS 持っていけ、フリーカード無理はしない。クローもフラッシュ、その他のアビリティも強い、強すぎる、残っています。もう囲い込んでますからね、 A リンクだけだけを抑えようというような動き、フォールトライン、そして人数を固めました。いい合流です。ステップエース、までのさばき方は見事でした。タレット2人目強すぎだろ、倒せますよいやーでもキーさん、このここでもう一回前に出るっていう動きが、そうですね、イオンですよ、楽しそうやな、いやなんか興味あんな華やかな場所でみんな落ちパしてんねん。俺家でホルモン片手にいい形で一人で見てんのに、なやこのさは、ゼータの思惑通り固めている C に来た、先にパラノイアを蹴った、止まるぞ、ナノスワーム超えていく、手前にはテクスチャー、ローリングサンダーの開始、ファーストブラッドはロンスキー、シュガーブル落とし切りました。ただバックサイドには10、黒のカバーも入っていく、ロングに押さえつけた、ここは10のダブルキルは取れず、しかし時間は稼いだ、残りは23秒、裏から裏からデップよ、エーリングセッチ待ってる、待っているデップ、ラズの車線も組み込まれました。はい、安心感があります。デップさん今の見たか、スタッツ16の3だぞ今。分かってるから、どうだ、シュガーゼロ。シュガーゼロの立ち位置はもうテクスチャーのエントリーポジションを潰すイッチですね。耐えれるか、シュガーゼロ。分かっている。しかし、なぜテクスチャーも分かっていた。なぜ分かってるんだ。黒。気づけば黒さんいるんだよ。なんとか耐えて、テンもバックサイドには入らないので。テン、耐える。全然強い。ブラボー強すぎる。デップさんのいないといない方いったら天才いいんだから、これ解説不要です、強すぎるが正解です。入ってるよじゃないよ、入れてないですよ、70カット関係ない、全部頭だもん、強すぎだろ6対3、リコンボルト3人打った、パラノイア入った、前に出るデップ最高です。あー、フレッシュがブレードソムでなぜか返している、ラズ、シュガーゼロ、加わっていった持ち帰って、はい、いいブラボーブラボー、何もさせません、もう一回言います、何もさせません、ギコギコしません、スーッといきます、通販の包丁 CM 演技するじゃないですか。
その間に B のセットアップトレイルブレイザーそして A リンクにスモーク、あれやろ多分ジョイのリテイクのルート入って入らへん位置での横から刺さってくる黒バレルがクラッチですし耐えてますよ横から天下が入った素晴らしいだからここでウルト置いてもどっちみち B メインやんそれがプレッシャーになったでしょう C 側の進行はしっかりとタレットで抑えてますねバッチも C 側を切りドローンが飛んでくるめっちゃいいかましてるこれそしてオペレーターは上からブレードストーム、なぜかこれね、通ります何起きた今右向いて左向いたらもう3球取ったってどういうこと今のそうですよこれサイトラガンにいて綺麗でしたここからめちゃくちゃや強い強すぎるステップ ACS400 やった世界のジェットで449完全に流れ傾いてますこれゼロポイント3名移りますクラッシュナイストレードもうクロー下げるんだからダブルキルの開始デップさんが死んじゃってる後ろにクロー下げるんだからその間にテンガ B のラークここの手前にはアラームボットが存在しますエイリン前に出る勝っちゃうんだから引き打ちさあそのまま C 展開ただそのスモークを越えてモネットがバックサイトへ打ち勝ったシュガーゼロ打ち勝ったこれ設置はシュガーゼロ全部打ち勝つやんもうこれ最高のシチュエーションですねクロウさんのカバーがあまりにも良すぎる確実に取れるでしょうどっからファントムバンダル勝手には勝てんだから先使わせたいけど無理やろなこれさあ先ほどと違ってフォールトライン1本でロングを取りに行きますフラッシュ避けられませんデップファーストブラッドただ返してるよカバーに入ったデップデップさんの圧強すぎるモネット手前の位置ローリングサンダーはショートに手前クリアできるかあーもううまいトレードがうまいうまいうますぎるそのままローテートでいい後ろ映画2の寄りがあまりにも早すぎる情報が取れていないけれどもゼータが通ってる道は正解ですウラから走り込んできたデップさんが強すぎるもううわーもうでもデップクローでフィニッシュ全部勝つんだからもうよくショート合流しましたねここせめて一時交換でいきたいエリジ気づけ足音がバレてるやっちゃうんだよねこれファーストブラッドこれ大きいリコンボルトエントリーが始まったあーもう強すぎるうまいうますぎるさあ勝利へのブレードストームロックダウンハンダーズフューリーやもうやっちゃうのか3人目モネットの開始モネットダブルキルここに当てんラストはバッチです起こしてるぞバッチワンワン起こしちゃう起こしきってワンオンツーバッチ強すぎだろいやラズ選手ならあるいはラズ強すぎだろロンスキー今のゼタがっていうかこれちょっとグローバル e スポーツが強すぎたさあフェイクスモーク A のディフェンダーサイドにスモークを焚いてさあ B のセットアップだ先ほど落とされた C リンクもしっかりと鳴らさまで警戒してますねうまいやセットまで持っていけるかでファーストブラッド A リング入ってくるここからシュガーゼロを抑えた人数状況4対2バッチが入ってくるが3対2まで持っていったヤクローの E フォルトラインが入って止まりましたねシュラードステップで今の目的がない方をパラノイアでかばすの熱すぎだろまだアフターショックさらにはフラッシュポイントは残っていますショックボルトも携えているしかもワンウェイも入った体力18 2-on-2 裏から入ってくるシュガーゼロこれはモルタですあとは時間を使うだけだシュガーゼロ決めた13-8勝利はベータディビジョンブラボーヘイブン、デップさん、クロウさんめちゃめちゃ輝いてた、いやみんな輝いてたけど、トリマーリーグ戦で勝ち越したでけえ、グローバル e スポーツが0勝3敗ってやばいな。あれ、古木さんいるやん。